おはようございます。日本共産党の山田康信です。今回の質問も一問一答で行いますのでよろしくお願いいたします。まず総選挙の結果と今後の課題について質問します。総選挙が終わった直後から与党と維新などから憲法改正を推進する声が強まっています。しかし憲法改正が総選挙の争点だったのか、国民は憲法を変えることを選んだのでしょうか。私は違うと受け止めています。今回の総選挙の最大の特徴は、与党の自民党と公明党と、市民と野党との共同の立憲民主党、日本共産党などとが争う構図が主軸で、市民と野党との共同は、戦争法や秘密保護法などの違憲立法に反対する市民運動の広がりが土台でした。しかも、桜を見る会、森友加計学園、学術会議の任命拒否、アベノマスクなどの失政で、安倍・菅内閣が辞任に追い込まれ、与党は巻き返しに必死で、決して憲法改正を前面に掲げた選挙ではありませんでした。こうした状況を冷静に見れば、総選挙で国民は憲法を変えることを選んだわけではないと考えますが、市長の見解を伺います。しかも安全保障をめぐる世界の動きは目を見張るものがあります。ドイツでは、連立政権樹立のための協定で、来年3月に開催される核兵器禁止条約締結国会議にオブザーバー参加する方針を決め、NATO 加盟国ではノルウェーに続いて2カ国目です。核兵器廃絶国際キャンペーン、ICANのベアトリス・フィン事務局長がツイッターで、より多くの国が無責任な武器の拡散を拒否し、より合理的で持続可能な安全保障政策を取り始めるよう願っていると投稿したと報じられていますが、私たちも同感です。世界の動きをさらに前に進めるために、唯一の被爆国である日本も、まずは締約国会議にオブザーバーで参加するべきだと、広島や長崎に続いて、勝山氏も発信すべきと考えますが、市長の見解を伺います。もう一つ、岸田首相が言う新しい資本主義とは、格差を拡大させ、社会保障制度を壊した新自由主義とは、違うのか、同じなのか、今後の政策が問われる重要課題です。コロナ禍で経済格差の問題がクローズアップされ、岸田首相も税制を使って賃金を増やすと表明しましたが、その効果は疑問視され、経済格差の問題はこれだけでは解決しません。世界では経済格差の問題は、経済弱者救済の視点だけでなく、膨れ上がった金融資本が実体経済を破壊する危険性を重視している。これが最大の特徴です。最近、GAFA などに最低でも税率 15% を付加することが国際合意されました。これは、入れてもらえますか。年間所得と税金の負担率の関係を示した資料です。賃金格差を是正するのは個々の企業の事情があり、一律に実施するのはほぼ不可能です。しかし、国の所得再分配機能を利用すれば、経済格差は国の制度を使って改善できます。市長は、経済格差の是正を必要な課題と考えるなら、金融所得課税が必要とは考えませんか。見解を伺います。新自由主義の社会保障制度の政策で、コロナ禍で医療崩壊の危機が指摘された真っ最中の2017年からのこの4年間で、全国436の公立公的病院で約5700ベッドが削減されました。一方で、自民党と公明党が選挙で負けて政権交代したことにより、公的病院として存続した福井勝山総合病院が、
福井県内のコロナ対応で重要な役割になったことは象徴的でした。今も政府は公的病院の統廃合を推進していますが、福井県は県内の公的病院の統廃合計画はないとして、政府とは異なる対応をしています。市長も社会保障制度を破壊する政策は転換が必要だとは考えませんか。見解を伺います。議長、総務課三ツ谷。最初に、総選挙の結果と今後の対応についてのうち、岸田総理などが憲法改正を推進するが、総選挙で国民は憲法を変えることを選んだのかについてお答えします。10月31日執行の第49回衆議院議員総選挙は、自由民主党が261議席を獲得し、単独過半数に達し、公明党の32議席を含めた与党全体では293議席となり、国会運営を主導できる絶対安定多数を上回る結果となりました。今回の選挙は、新型コロナウイルス対策、景気や雇用の回復といった経済対策、子育て支援、少子化対策、環境・エネルギー政策、年金・医療・介護などを主な争点とし、各政党の政策を国民が冷静に判断した結果であり、民主主義のルールとして選挙の結果を尊重します。憲法改正につきましては、岸田総理は、国会における十分な議論と国民の皆さんの理解、この2つが車の両輪であり、この両方が揃わないと憲法改正は実現しないと述べています。したがって、総選挙の結果がすなわち憲法改正とは考えていません。今後、国会での議論と国民との対話を経て、国会で衆参各議員の総議員の3分の2以上の賛成を得られれば、その後行われる国民投票によって決まるものですので、その動向を見守ってまいります。次に、ドイツが核兵器禁止条約締結国会議にオブザーバー参加を表明したについてお答えします。核兵器の禁止に関する条約は、核兵器の開発、保有、使用を全面禁止する初の国際法規として、2021年1月に効力を発生しました。核兵器の禁止に関する条約の今後の運用を話し合う初めての核兵器禁止条約締結国会議が来年開催される予定となっております。この締結国会議には条約に参加していない国もオブザーバーとして参加することが可能で、スイスとスウェーデンがすでに名乗りを上げ、さらにドイツで12月の新政権樹立で合意した社会民主党など3党の代表らは、オブザーバー参加を政策合意書に盛り込んだという報道発表が11月24日になされました。ドイツの核兵器禁止条約締結国会議へのオブザーバー参加が実現すれば、先進7カ国では初めてのこととなります。しかし、核保有国は参加しておらず、また欧州各国や米国、カナダが加盟する NATO、北大西洋条約機構側の反発が予想されるため、オブザーバー参加の道のりは平坦ではないと考えています。現時点では、政府はオブザーバー参加に慎重な考えを示していますが、いずれにせよ、核保有国と非保有国の溝が深まることがないよう、日本は現実的かつ実践的な措置を積み重ねていくことが重要であると考えます。次に、新しい資本主義、金融所得課税で富裕層と大企業優遇を正すのかについてお答えします。最初に所得再分配機能を発揮させるなら、金融所得課税が必要についてお答えします。政府は成長と分配の好循環とコロナ後の新しい社会の開拓をコンセプトとした新しい資本主義を実現していくため、
新しい資本主義実現本部を10月15日に設置し、これまで3回会議が開催されました。岸田総理は11月11日の衆議院本会議で、分配政策を進めるには優先順位が重要だとして、当面は金融所得課税の見直しよりも賃上げに積極的な企業への税制面での支援に取り組む考えを示しました。金融所得課税の見直しは各課是正策として有効であると考えますが、政策の優先順位も慎重に見極めるべきと考えます。次に、新自由主義の社会保障制度を破壊する攻撃に反撃する政策転換が必要についてお答えします。新自由主義が提唱される以前は、ケインズ主義により公共が積極的に経済に介入する大きな政府と言われていました。しかし、ケインズ主義は福祉国家路線によって、政府が肥大化し、財政危機、経済低迷などの問題をもたらしました。そこで、イギリスやアメリカが新自由主義を取り入れ、日本においても国鉄や郵政民営化などのように、小さな政府を目指す政策が取られてきました。新自由主義が社会保障制度を破壊する攻撃をしているとの認識は持っていませんが、今回、新型コロナウイルス感染対策において、福井勝山総合病院等の公的医療機関が重要な役割を担っていることは事実であります。新自由主義における社会保障の在り方については、地域の医療体制の維持を前提とすべきと考えます。山田議員。今の答弁のですね、問題で、私は軍事力ではその問題は解決しないんだと、これが非常に大事な視点だというふうに指摘をします。それから、福祉社会保険病に関してね、医療保障制度を含めた社会保障制度、これ、地域にとって非常に大事だという答弁だったので、このためにもね、やっぱりその根源となるところについては、きちんと批判をしていく、ここが大事だということを指摘しておきます。次に、来年度予算編成方針について質問します。今議会での市長の少数挨拶で、来年度予算編成についても、意欲的な考え方が示されるのかと期待していましたが、ちょっと期待外れでした。市長は公民館を仮称、まちづくり会館にするとして、特定社会教育施設であるがゆえに、さまざまな場面で活用に制限がかかっていたと言われましたが、私の地元の室戸公民館の活用に制限があり、改善すべきだと議論した覚えはありません。北谷地区と野向地区では、地域の物販事業などに公民館職員を活用したいとの意向があって、地元の意向を尊重して対応していますが、これを公民館すべてに提供するのは問題があると指摘しておきます。あと、言及された中学校の再編問題とパーク PFI については後で議論しますが、いずれも継続中の課題です。今、勝山市は過疎化と少子化などから、箱物と観光事業に財政負担する事業は持続不可能であり、この従来の市政運営から抜け出す取り組みと、お金を使わずに知恵を使う新たな挑戦が求められており、来年度予算編成はこれらの課題にどう挑むのかが問われます。そこで市長は、来年度予算編成の目玉は何と考えているのか、職員に来年度編成予算の基本方針をどのように指示されているのか説明を求めます。水上市長。おはようございます。令和4年度予算編成方針についてのうち、来年度予算編成の目玉は何と考えているのかについてお答えをいたします。
北谷地区と野向地区が地域の強い思いで物販事業を核に指定管理を実施、あるいは指定管理を要望していますが、これを他の地区に指定管理を求めるようなことは考えてはいません。また市直轄のまちづくり会館において職員が物販事業を実施する、そういったことも全く想定はしていません。さて、基本方針についての指示についてお答えをいたします。令和4年度の予算編成は、私が市長に就任し、予算編成方針の決定を行う初めての予算編成となります。令和4年度の予算編成方針は、市民の皆様からのご意見、ご要望などに一つでも多くお答えできるよう、現在策定中の第6次勝山市総合計画案と整合性を図り、方針を決定し、各課からの予算要求書の提出をすでに終え、財政課において編成作業に当たっています。予算編成方針では、年齢性別にとらわれず、多くの人がそれぞれの立場でまちづくりに関わり合い、さまざまなチャレンジを後押しする環境を整えたいと考えています。まちに楽しさと活気があふれ、住む人たちが暮らしへの充実と安全安心が実感できる、人に選ばれる持続可能なまちの実現に向け、チャレンジ推進特別枠を創設したところ、全部で22件の要求がありました。また10年後の勝山市を担う若手職員の発案を政策に取り組んでいきたいとの思いから、35歳以下の職員が所属長を経由せず直接企画し提案できる、これもアンダー35チャレンジ推進特別枠を創設したところ、7件の要求がありました。事業の詳細につきましては調整中ですが、こうした職員の積極的な提案をしっかりと当初予算に盛り込んでいきたいと考えています。また、令和4年度はポストコロナ社会の在り方を考える岐路となる年であることを念頭に置き、すべての事業、イベントについて、前例踏襲型の予算編成から脱却し、新しい生活様式の下で実施可能なものにするよう指示をしています。引き続き地域経済の下支えと地域コミュニティの活性化に行政のてこ入れをしてまいります。国においても11月19日にコロナ克服新事態開拓のための経済対策が閣議決定され、11月27日には経済対策の裏付けとなる補正予算が閣議決定、地方交付税が2兆円増額され、新型コロナウイルス地方創生臨時交付金が6兆8000億円増額となる見込みです。年明けには国の補正予算が成立し、交付限度額が示される見込みでありますので、勝山市におきましても、次の補正予算と令和4年度当初予算を一体的に編成し、新型コロナウイルス感染症の第6波への備え、地域経済対策、地域コミュニティの再生活性化などの対策に取り組んでまいります。山田議員。今、市長から公民館については、他の地区にまで、求めてはいないと言われました。ところが区長会の関係者の方から聞きますと、説明があってこれからどうなるんだろうという不安の声が出ているということだけ指摘しておきます。それから、来年度予算編成については、全事業の見直しを指示したと言いますけれども、じゃあこの12月期が何が起きているかというと、健やかとかいろんなところの指定管理、従来通りの流れのままの予算、バーンとつけてるんですよ。で、来年度予算は別だ。私、これもちょっと整合性が取れない。でそこまでその全事業の見直しを指示したっていうんであれば、この指定管理制度のこの提案も、年度途中との期間中でもやはり再検討して見直しもしていくということなのか、質問したいと思います。それからもう一つ、市長の挨拶でも、勝山市が取り組むべき課題の認識は述べられています。例えば、豪雪の教訓から、少子高齢化や生産年齢の人口の減少から、家庭の自助と地域の共助、この力の衰退が顕著で、
新たな課題も浮き彫りになったとしています。ところが、対策は示されずに、地域や家庭に備えをお願いすると。これでいいんでしょうか。自助と共助が衰退しているのは、市民の力で解決しますか。私は、公助、つまり国と地方自治体が役割を発揮することが、課題解決の柱だと考えます。今議会に先ほど言いました弓折ジオターミナル、道の駅の指定管理の指定が提案されていますが、公共施設と総合管理計画で、これら施設をすべて維持するのは不可能だとしているのに、だらだらと財政負担を続けるのは私は無責任だと考えます。そこで市長は、勝山市の最大の課題は何か、それにどのように対応する考えなのか、見解を伺います。水上市長。ただいまの質問にお答えいたします。5月から今月にかけて約半年間で市内の公民館、区長会合計36回回りまして、繰り返し、1つの間平均3回から4回説明をしました。そういった中で、公民館の在り方だけではなく、あるいは中学校の再編、それから総合計画、さまざまな議論をしていく中で、特にこの1月間は、この公民館について、今後、公の施設としてもっと幅広く使えるようにしたいとお話をしました。その中でですね、やはりこの当初からこれは無理やと思ってます。従いまして、令和4年度、こういったことが認められた後の話ですが、令和4年度、半年から1年かけて、現状と同じスキームでスタートしながら、そしてどういうふうにいくのか、少しずつ積み上げようというようなお話をして、区長の皆様方の了解はいただいています。そこは少し申し添えておきたいと思います。それからですね、今議会で指定管理の議案がいくつも出てるから、全く何も変わらないんじゃないかと、そういうふうなご質問だったかと思います。私ども、今、そもそも指定管理っていうのが、こういった私どもが直接管理していたものを、指定管理という形で民間の力を取り入れる、そういったスキームの中での事業だと私は認識しています。こういったものについて、必要なものについて、しっかりと指定管理をしていく、しかしながら一方で、今回2年間という比較的短い指定管理をしてますのは、こういった社会の変化の中で、しっかりと今後、どういった方向を目指していくのか、そういったことを考える、そういった時期に来ているという認識はあります。指定管理を継続していることで、何かが変わる、変わらないという議論ではありませんが、常にこう変わりゆく社会の中で、特に今回、大きく変わるものをいくつも控えながら、指定管理はこういった形でやり、そして社会の変化に対応していきたい、そういった思いは持っています。市の最大の課題、招集挨拶の中でも申し上げましたとおり、市の最大の課題、これ、あえて問われれば、私は少子高齢化社会、特にこの人口構成の変化への対応、そして対処だと認識をしています。勝山市において、20年間で15歳未満の年少人口は4割減少しています。反対に65歳以上の老年人口は 16% の増加、高齢化率はこの20年間で 12% 上昇し、国立社会保障人口問題研究所によります、将来推計人口によりますと、10年後には 41% まで上昇するとされています。少子高齢化、人口構成の変化に伴い、家庭、集落、地域コミュニティ等において、これまで当たり前のように実施してきたことができなくなっています。いわゆる自助・共助が非常に力が衰えています。家庭で申し上げれば、日々の生活で出てくるゴミ出し、敷地内の草取り、玄関先の除雪、屋根下ろしなどが、そして、集落で申し上げれば、公園の草刈り、餌払い、神社の管理、農地の保全、イノシシ柵や電気柵の設置、それからですね、町単位の地域コミュニティということであれば、敬老会、運動会、文化祭など、各種行事の開催ができて当たり前ではなくなってきています。
これは単に高齢化だけが原因ではなく、少子化、生産年齢人口の減少など、家庭、集落、地域、そして勝山市全体で進む人口構成の変化による不可逆的な現象であると考えています。世代交代がされず、20年前、30年前から家庭や地域を担ってきた方々が、今もそのまま現役で活動せざるを得ない状況です。しかしながら、この少子高齢化、人口構成の著しい変化は、市だけの課題ではなく、日本全体の課題であり、簡単に食い止める特効薬はありません。いかにして少子高齢化社会に対処していくのかが大事だと考えています。この少子高齢化社会への対応で考えていることを何点か申し上げますと、まず豪雪の教訓から、高齢化により自助による災害対応が困難となってきている状況、これに鑑みまして、共助と公助の連携強化を図る必要があると考えています。今冬から対応を予定していますが、屋根雪下ろし、作業員の確保対策として、要援護者世帯等と作業員を結びつけた事前登録制を導入し、各世帯に対する助成も拡充いたします。各区自主防災組織等が行う集落内の境外路線等の除雪につきましても、助成額の拡充に加え、助成の対象に2個以上の地域コミュニティが行う生活道路の除雪も加えるなど、拡充を図ってまいります。市道等の除雪体制においても、積雪状況を確認する監視カメラを設置し、全除雪車に GPS を搭載、除雪状況の見える化を図っております。新年度の取り組みとしましては、社会教育施設としての公民館を公の施設である仮称まちづくり会館に移行し、地域防災、地域福祉などの分野も機能に加え、公助の強化を図ってまいります。また、病院、消防団、自主防災組織等で組織する、仮称ですが、地域防災組織連絡会を立ち上げ、こうした課題を共有し、共助の強化を図ってまいりたいと思っています。その他、この2年間、コロナ禍の影響により、地域コミュニティの活動が停止しております。これまで地域の伝統を受け継ぎ、継続してきた行事、イベント、2年間のブランクを挟み、復活させることは非常に難しく、若者の参加、企画が必要不可欠だと考えております。そこで、市内10地区の特性を生かし、住民が主体となった地域振興や地域コミュニティ活動を再生・活性化させるため、平成25年度から令和2年度の8年間で取り組んできました各地区の地域力向上事業、総額9000万を大きく上回る規模の後継事業を新年度の予算に盛り込んでいきたいと考えております。山田議員。まあ、今は市長も言われましたけれども、今の人口減少から人口構成の激変、こういう状況に私はね、きっちり対応した、これまでと違う戦略を描く必要があるというふうに考えています。で、そこでね、これはね、いろんなことありますけれども、次に質問する中学校の統廃合問題も一緒なんですよ。これまでの古い議論を続けていても、この問題は解決しないし、くっつけてなんとかなるというのは当面の話ですよ。まあ、その視点で質問します。まず、9月議会で私の質問が時間切れになってしまい、この時に質問できなかった福井県と勝山市の検討内容に関して、その後、新たな資料を入手しました。これを私が10月に福井県知事に情報公開し、福井県が情報公開した文書です。この一連の文書は、市議会と勝山市民も示してあるので、ご承知だと思います。公開請求した文書は2項目で、そのうち、勝山市教育委員会が作成した文書、これには、県教育庁の中高併設に関する表明についてとの記述があります。そこで私は、この当事者の福
井県教育長が、この内容を確認したのかという文書を請求しました。ところが福井県は、該当する文書を作成し、または取得しておらず、公開請求にかかる公文書が存在しないと通知してきました。さらに福井県教育庁高校教育課がこの文書、これで福井県教育委員会と勝山市教育委員会との検討はしてきたが、会議等の議事録等はありませんとし、福井県教育庁高校教育課が中高併設による課題と対策についてまとめておりましたとして公開されたので、これがこの文書です。この文書には、さっきまでね、勝山市教育委員会が作成した文書の内容に関する記述は全くありません。そこで梅田教育長に伺いますが、この勝山市教育委員会では、この根拠となる議事録などの資料もなくて、当事者に確認も取らずに、勝手に文書を作ることが常態化しているのか、説明を求めます。梅田教育所。お答えいたします。私どもは教育委員会としてですね、議会に提出いたしました資料につきましてはですね、県の教育委員会に示してはおりませんが、事前に県の考え方をしっかり確認してまとめたものでございます。私どもが勝手にですね、憶測等で作成することはありえないということを申し上げたいと思います。山田議員。今、教授、そういう答弁されましたけどね、この勝山市教育委員会が作成した文書、これですね、これには、福井県教育庁の表明は、勝山市における中高併設は可能で、意義あるものと判断したと記述しています。しかし、私が公開請求したときに、高校教育課の県の職員は、可能性を検討しただけだと説明しました。そうなると私と梅田教育長の議事録も何もない、私も録音しておりませんけどもね、この聞き取りでは可能性の検討はしたということは一致します。しかし意義あるものと判断したということでは一致しないんですよ。あくまでも可能性の検討だって言い張るんですよね、県職員は。そこで福井県教育庁が意義あるものと判断したというその根拠となる資料はあるんですか、説明を求めます。梅田教育所。お答えいたします。県の教育委員会と勝山市教育委員会の協議を通じまして、中高併設連携は相互に意義があるとの認識を共有することになりまして、先の県教育庁の議会答弁はその上に立ってのものであると思います。だからこそ施設の共同利用や教員の兼務、合同部活動などについても言及されているところであります。なお県の教育庁はその後報道機関の取材に対しましてですね、中高併設は高校の魅力向上にもつながると説明されているところでございます。その後に新聞記事にも掲載されております。まだ最終結論の段階ではございませんので、公文書でのやり取りはしておりませんけれども、積極的に、県の教育委員会がですね、さらに協議を進めていきたいと
という旨の、意思表示だったと、こういうふうに認識をしております。山田議員。今の教育者の答弁内容も、後で細かく質問してね、いかにその認識が違うのかということは指摘をしたいと思っています。で、その前にですね、この文書では、その勝山氏の提案は、既存の中高連携システム、金津、ニュー、味方、これを勝山氏に導入するものであり、全く新たな教育システムを立ち上げるものではないとしています。これまで梅田局長は、古市中高校を持ち出して、いろんな説明をしてきましたが、私はこんな誤解を招く説明はやめるべきだと、まず指摘しておきます。私の公開請求の際に、高校教育課の職員は、文科省が示したケースは、この併設型と連携型の2つしかないんで、勝山高校もこの中に含まれるというだけだという説明をしました。しかし、金津、ニュー、味方のこのシステムは、県立高校と複数の私立、町立、中学校が連携し、もちろん中学校にはグラウンドも体育館も特別教室も全部完備しており、しかも併設ではなどしていません。一方、勝山氏の提案は、県立高校の施設を勝山市立中学校が間借りするんで、既存のシステムでは起こらない新たな問題が次々と生じるんです。本来なら、この勝山高校への併設連携を検討するんなら、事前に課題を整理して、問題解決の対決を講じる。これが行政機関の私最低限の仕事だと思います。この検討資料を示さないから矛盾が次々と噴出してくるのだと指摘して、検討した情報を公開するように求めたんですが、福井県が公開した文書では、こうした責任ある対応が全く行われていないことが明らかになりました。勝山市のこの文書では、県が内部検討を行うとしていますが、県の公開文書以外に、詳細に検討した資料、これはあるんですか？説明を求めます。梅田教育所。お答えします。県の内部検討の資料があるのかという、ご質問だというふうに受けておりますけれども、県におきましてですね、どのような形で、どういう資料があるのかないのかもですね、私どもは実は承知していないところでございます。それぞれ県は県のやり方でいろんな検討を進めてきたものだというふうに認識しております。山田議員。教育省はね、市は市だ、県は県だと言いますけどね、これ併設して連携していく話をね、それぞれの話は知りませんで済む話なのかということが私本当に疑問なんですよ。そこで次にこの福井県が公開した文書に関するじゃあ質問問題を質問します。まずこの文書は、私が公開請求した文書と福井県が公開した文書が違うと、私の公開請求は実は別点資料までつけてね、詳しく説明したんだが、なんでこんな不十分な対応するのかと抗議したら、福井県が郵送してきた資料です。この文書をつけてきたんですよ。で、これには、梅田教育長や勝山市教育委員会の職員との話し合いをまとめたものとしています。これがまとめた資料です。でこれには、この内容はですね、当然、こんな話し合いを求めたと言ってるんですから、勝山氏も同意をしているのか、この参加されたこの梅田教育者の見解を伺います。まさか知らんって言わんでしょ。梅田教育長。
お答えいたします。これまで、県の教育委員会とは、何度もですね、協議を重ねてまいりましたけれども、情報公開された文書については、私どもは承知していたものではありません。したがって、勝山市教諭として、同意も合意もした内容ではございません。山田議員。だからそうなるんですよ、先ね、梅田教区長。議事録も何にもないけども、県は、言うてたことをまとめて、俺らは間違いないやって言い張る。県は県で、話し合いをまとめてこの文書を作ってですよ。自分たちが作成した。で、教区長は、そんなもん見てもええし、知りません。こんなこと同意もしてない。これ何ですか、これ。だから私はね、きちんと会議開くんだったら、参加者名、時間もね、含めて議事の内容も全部残すべきだと。そうしないと、言うた言わん。作ってもそんなもん知らん。こんなことで、この重要な問題、どうやって議論するんですか？私は本当に不思議ですよ。で、そこでね、この文書ね、知らんって言われるけどもね、県が話し合いでまとめたっていう文書なんですから、ちょっと聞きますわ。この文書には、中学校校舎建設にかかる土地占有についてとして、中学校校舎建設に必要な土地は、勝山市が負担するとしていますが、これは勝山市も同意しているのか、説明を求めます。また、テニスコートを潰す場合は、テニスコートを別途確保する必要があると書いてある。この土地も、費用も勝山市が負担するのか、説明を求めます。梅田教育省。お答えいたします。今回の、県の教育委員会の情報公開を受けまして、私どもから県教委に当該資料について伺ったところですね、県教委における昨年12月時点での内部検討としてのいわゆる叩き台としていくつかの考え方を訴状に挙げたものと伺いました。したがってその内容についてはですね、勝山市として事前に承知も同意もしているものでないことを重ねて申し上げます。ただその後もですね、県教育委員会と私どもとの協議を続けておりましてですね、新中学校の建設をする土地の扱い、今またご指摘のあったテニスコート運営の問題も含めてですけども、話し合いを深めていくこととしているところでございまして、方向性としては一致しているというふうに認識しております。山田議員。これ、古い資料だって教育長言い張るんですけどね、私が情報公開請求したのは、この文書ですよ。10月7日ですよ。それまでに作ったものって、私、こんな文書を出せなんて言ってないですよ。全部出せって言ったんですよ。だから、これしかないって言ってきたんですよ。いまだに、10月7日時点で。だから引いてるんですよ。その後にいろんな検討したっていうのは、それもあるはずだけども、少なくとも10月7日の申請時点、県が受け取った時点には、他には何もないんですよ。これも異常ですよ。今の答弁も、本当に何の根拠にして、その後慎重に慎重してね、それをまとめたとかって言うんであれば、それを進めてきた。そんな議論ね、本当にひどいなと思うけど、その議論しててもしょうがないんで、次ね、部活動の場所の問題を話しましょう。実は、この県のこの文書では、勝山高校の部活動は、高校のグラウンドと、その高校の男子体育館とジオアリーナを使うとしています。実はそうなると、中学校が部活で利用できるのは、長山グラウンドと勝山高校の第二体育館となりますが、この施設で、高校の2倍もの生徒がいて、ほぼ全生徒が参加する中学校の部活動は、大丈夫なのかと、私疑問です。私の疑問通りにこの文書では、中高の部活動の練習場所は
今後の課題だと書いてあるんです。まさか課題を放置したまま結論を求めるような無責任な対応ではないと思いますが、この検討結果はどうなっているのか説明を求めます。梅田教育長。お答えいたしますが、当該資料ですね、1年近く前の県独自の資料でございまして、それ後の勝山高校も含めた話し合いで、勝山高校の第一および第二体育館、そしてグラウンドもですね、中高が共用することを前提といたしまして、ジオアリーナと長山公園グラウンド等も含めて対応することを基本に、今後、詳細な調整をしていくということで、今、話し合いを進めてきたところでございます。詳しいとはどこにあるの？ないよ。山田議員。私はね、根拠資料も出して、言うた言わんとか空論にならないように、きちんと行政が作っている文書に基づいて議論しているんですよ。で、それ出していったら、教育長は何の資料もなく、話はしてるんだって言うけど、その資料ないんです、何も。聞いてもいないし。だって、こんなね、無責任な、その行政の対応は、大問題だと思います。仕方がないんでね、もうこの問題は置いといたまま質問続けますけどね、実はこの県の文書では、ジオアリーナへの移動は検討としか書いてないんです。そこで、その検討した結果はどうなっているのか説明を求めます。梅田教育長。お答えいたします。ジオアリーナへの移動に関しましてですね、これまでの考え方として高校グラウンドから国道のジオアリーナ前の信号に出るその道がございますけれども、それを拡幅整備し、またその渡り廊下を設ける、こういった考え方がございましてですね、これまでの市民意見交換会等でも、ちょっとそうした説明もさせていただいたところでございます。しかしですね、さらにですね、より安全かつスムーズなアクセス方法がないかということにつきまして、現在検討中でございます。山田議員。結局、ジオアリーナ使う使うって大丈夫だって言ってたけども、今、検討中でね、検討結果出てない、で、今、考え中だって言ってて、考え中なのに結論決めろって、ひどい話だと私は思いますよ。で、それが検討結果こうなりますって、それに妥当性があるかどうかを踏まえてね、いや、これなら大丈夫だというふうになるか、これはあかんわってなるか、それも示さないで、あとはなんとかなるで決めろって、こんなこと言ってるようにしか私、聞こえません。これひどい話で、もう一つね、高校の特別教頭への移動は検討したのかって話です。この文書では特別教頭は中学校の利用も可能としていますが、この中学校校舎の第3案これですね、これになるとどうなるか、この体育館と同じように移動問題がまだこれ発生しちゃうんですよ。これ移動時間を考慮すると、これ授業の合間に特別教室、生物やらね、その理科やら、そういうときに行ってて、音楽へ行ってて、また教室戻んなきゃいけない。これは果たして可能なのか。私はこの問題は、教室が使えるとかね、その教室の使途の調整だけでは済まない問題だと考えますが、こうした検討の結果はどうなっているのか。これ第三はダメなら、この計画案から外すべきなのに、残したままこんなも出しておく、どうなってんですか、説明を取ります。梅田教育長。お答えします。6月にお示ししました中学校再編計画案では、
新中学校の校舎位置につきまして、1案から3案を候補地としましたけれども、その後、県の建築及び土木専門職員の意見も聞き、県の教育委員会及び勝山高校との協議の結果ですね、高校校舎に最も近い1案を候補地としたいというふうに考えております。このことについてはですね、今議会でお示しする計画の修正案に記述するつもりでございます。これによりまして、中高校舎間の行き来がスムーズに行われることになると考えております。山田議員。今の話も、私言ったようにね、もっと事前にしっかり検討委員会とか専門家も入れてね、検討してれば、こんなね、恥ずかしい事態にならないんですよ。私らが議会で、この出てきた3案、これ問題があると指摘したら、慌てて検討してね、やっぱあかんわと、もう1案しかもうねえわと、こんな話にしかなってない。ところ、市民が見てるのは、この3つの案が出てきたやつ、これで対応できるんですってしか聞いてない。それぞれのメリット、デメリットもどんな議論したのか何も出てない。だからこんなことになるんですよ。で、さらに、いまだにこの文書では検討されていない、併設によって生じる問題はどうするんかって聞きますわ、じゃあ。もう次々とね、言われてから検討してるようなんで。例えば、体育祭や文化祭などの学校行事を、中学校と高校が独自で開催しますと、学校行事が2倍に膨れ上がります。しかも、勝山高校では、大学受験の受験の準備などを考慮して、夏休みの明けの行事は早く終わらせたい。一方、中学校は、中学生の企画や運営などの力を伸ばすために、文化祭や体育祭は重要な行事だと思います。もし、独自開催だと、行事がこの長期間に開催されるし、もし行事を中高で共同開催すると、特に中学生の能力を伸ばす機会が減る。どちらを選択にしても、併設のために起こる矛盾だと考えます。そこで、学校行事の問題を検討したのなら、その資料の提出を求めますし、それとも、大した問題じゃないので、検討の必要はないとの判断なのか、見解を伺います。教育長、梅田教育長。お答えいたします。学校行事に関しましては、6月の再編計画案の別点資料4で紹介しているとおり、体育祭や文化祭の合同実施の効果についても協議をしてまいりました。ただ、中高別々に実施するか、合同化も含めてですね、どのような形で開催実施するかについては、今後、生徒の意見をしっかり聞きながら、検討して、中高併設による新しい文化が生まれるようにしていきたいと、このように考えております。山田議員。教育長。県の方針が決められたら、その突然この廃線新しい中学校の計画だって言って、何の検討もしないで、説明会がぶわーっと始まっちゃったんですよ。ほんで、これまでの質問でもね、現場の中学校やら学校からの先生方やらの、ね、意見聞いたかって言ったら、一応場開いたけども、意見一つも出なかったっていうのが、9月の議会の話ですよ。6月に出してるから、その時に合同開催だとか言って、合同開催がいい、誰が決めたの？教育長の一発、思い込みって決めたの？こんなことやってるから、次々と、俺おかしいんじゃないの？問題があるんじゃないって言われたらさ、こんな答弁しなきゃいけなくなる。だから私はね、もっと慎重に、専門家も交えて、現場の声もしっかり聞いて、その上で決めるべきだというふうに強く言っていく。でもう一つ言いますよ。中学校と高校では、始業時間も、時間割も、就業時間も違います。併設するこの学校で、時間割が違うと、体育館やグラウンド特別教室などの、これ、
時間調整がバラバラになるので、使うのは不可能になりますよ。しかも、授業中に関係のないチャイムが鳴るんですよ。これ大混乱になります。そうなると、始業時間は大野市や永平町などからも通学する高校に合わせるしかない。時間割も統一するしかないでしょ。で、梅田教育長は高校生もスクールバスを利用できると説明しますが、それじゃあ、中学生は高校の就業時間まで待たされるんですか？それとも、中学生に合わせた運行にすると、高校生が利用できるようになるのか？これも疑問です。梅田教育長は説明会でいろんなことを述べますが、その内容は事前に十分検討してもではない。これが一連のこの公文書でも明らかなんですよ。だから具体的に一つ一つ吟味していくと、どんどん問題が出てきて、ボロボロになるんじゃないですか。本来なら、こうしたさまざまな課題の対応も含めて、判断の材料になると考えますが、それとも、後で考えれば済むからいいんだという、こういう認識なのか、見解を伺います。その前に、山田議員、あと3分30秒でございますので、また、答弁、質問につきまして、取りまとめを一つ、今のうちにお考えいただきたいと思います。それでは、梅田局長。お答えします。中高連携を進めるためには、中高の時間割合わせがスタートラインになることは、当初から十分認識しておりました。そこで、中高の校長を交えて、まずその点について話し合いをいたしました。それに関しても、計画案の資料4に記載のとおりですね、就業時間は中学校が高校に合わせるのが妥当、細かな調整は必要だが、中高の時間合わせは十分に可能との基本認識で一致しているところであります。就業時間の違いによるスクールバスの運行方法等も含めてですね、今後、さらに詳細については専門部会で検討していきたいというふうに考えております。山田議員。質問、まだいっぱいあったんですけど、すみません、ちょっと私も丁寧に質問しちゃったら、時間なくなっちゃいまして、原稿渡してありますんでね、よく事前に検討されても思いますけれども、課題は山ほどあります。で、私、先に言いましたようにね、市長がいろんな課題、要するに少子化、人口減少、その人口構成の割合とか、いろんなことで、その勝山市の状況がこれまでの延長線の考え方では対応できなくなるから、その大事だというふうに言われた、私、その通りだと思うんですよ。で、それで実はね、学校規模の話もそれで書いたんですよ。実は、高校も、県立高校は、一学年4クラス以上って決めてたんです。ところが、こんなことやると、勝山高校なくなっちゃうんですよ。大野高校だったら危ういんですよ。で、どうなったかって言ったら、去年の6月に、この考え方をやめて、小規模校でも存続する、地域と協力して存続するというふうに大転換したんです。だから、私は、その古い既存の考え方に固執しないで、本当にこれからもうやってくる事態にね、長期にわたって耐えうる、そういう構想のもとに、いろんな問題は考えるべきだと。いうふうに指摘して、もう時間になったようなので、あと1分です、はい、終わりますけども、この問題はこの私の質問で終わるわけではありませんからね、そのことを強く指摘して、私の一般質問も終わります。答弁何かあれば、何か言ってもらえたら、市長どうですか、何か答弁ありますか。高校がですね、必ずしもその現在までのですね、学級規模にこだわらないと、こういったことで、なんで中学校だけと、こういったご質問だと思いますけれども、まず勝山市の小学校については、決して適正な規模であるとは考えませんけれども、地域とのつながりと、
これを重視した対応をしているところでございます。また県の教育委員会が高校の規模を1学年4学期にこだわらないとしたのはですね、さらに少子化生徒数減が見込まれる中にあっても高校が立地する自治体、特に1校しかない自治体にとりましてはですね、当該高校の存続が極めて重要と、まあ、こういったの趣旨の高等学校教育問題協議会の答申を受けての対応であるということでございます。で、まあ、いわば本来の望ましい学校規模ではないけれども、まあ、存続するための方策であると、まあ、そういったことでございます。一方、勝山市の中学校に関しましては、まだ3校を1校に再編して、教育環境、を向上させる余地が残されておりまして、できるだけ早く実現する必要があると、まあ、こういった考え方に基づきまして、現在の計画案に至っていると、こういう状況でございます。結局、小規模校になる危険性は非常に高いと。終わっちゃったでいい。はい、終わります。